準決勝1対0で勝利しました。これで決勝進出です。はい、まず試合を振り返ってください。はい、トーナメントっていうことで、まあ負けたら終わりっていう中で厳しい試合でしたけど、本当に勝って最後の元旦にサッカーできるっていう嬉しさが強いです。ディフェンスとしても失点をゼロに抑えました。今日の芝生など少し難しい部分があったのかなっていうふうに見えたんですけど、今日の試合どのようなことを心がけてプレーしていましたか？そうですね、初めてこの吹田スタジアムでやったんですけど、まあ、思った以上にボールの、転がりがちょっと難しい状況があったりとか、ちょっといろんなことを考えながら試合をしなきゃいけないっていうので、まあ、その中でも自分たちのやりたいサッカーをなるべく追求しながら、けど失点をこのリスクを減らしながらっていう風に考えてやってました。中2日で決勝戦です。この2日間どのような準備を心がけたいですか？まあ、中2日で試合をやるっていうのはなかなかないことって久々なので、みんなでいい緊張感というか、まあ、まずは休むことに専念して、元旦に向けていいモチベーションでチーム一丸となれればいいかなと思ってます。最後に1月1日元旦、はい、決戦に向けて意気込みをお願いします。はい、はい、元旦にサッカーができるっていう、喜びをかみしめてピッチに立ってみんなで頑張りたいと思います。最後に、今シーズン、3冠っていうところにもうすぐたどり着けそうなので、そこをみんなで喜びたいと思います。応援よろしくお願いします。